はい、皆さんこんにちは、ワナリングデミジュです。今回は帝国の決断法パープヒットショートゲーム第3弾ということでプレイの方をしていきたいと思っています。ここまでですね、ミッドウェー海戦1回目2回目、ということでアメリカ太平洋艦隊と主に空母を使った交戦をしてきたわけなんですが、今回はですね、少し趣向を変えてこの正論沖海戦をプレイしていきたいと思います。で、正論沖海戦というのは、イギリスの東洋艦隊と日本の機動部隊、空母を中心とした機動部隊との海戦になっています。で、もちろん選択する陣営は大日本帝国を選択していきます。じゃあどんな戦いかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。1942年3月初旬、日本軍がジャワ島を攻略して南方作戦を達成したところ、マレー沖海戦で相敗したイギリス東洋艦隊はなんと戦艦5隻、空母3隻を機関とする大艦隊に戻っていた。本国艦隊からの増援を受けた結果である。日本の当面の敵は太平洋の米艦隊ではあったものの、インド洋に展開するこの東洋艦隊もまた軽視できる規模ではありえなかった。故意の憂いを断つため、日本軍は南雲機動部隊をイギリス東洋艦隊の根拠地であるセイロン島に派遣したということになります。これはマレー沖海戦で、イギリスの東洋艦隊を、壊滅的なところまで追い込んだわけなんですが、その後イギリス軍は、増援を受けてですね、再び大艦隊になっていたというのを受けて、再びこの東洋艦隊イギリスを叩くために南雲機動部隊が出動したというのが、この正論沖海戦のバックボーンになっています。では早速プレイの方を見ていきましょうか。司令長官、副官からの状況説明を聞きますか。聞きましょう。はい、というところで見ていただきました。で、まずですね、この時の戦力費、史実の戦力費ですね、これもウィキペディアさんから教えてもらったものになるんですが、ご覧のようになっています。日本軍戦艦4、空母6、このあたりが主力ですね。一方イギリス東洋艦隊の方はというと戦艦5、空母3というところになっています。これに近づけるという意味も込めて、まずですね、空母の数なんですが、今絶対参加になっている日本の第一艦隊、こちらの方には山口多門少将が乗る正規空母飛龍、あと総理、それに赤城、この3隻の空母が含まれています。それに金剛と春の両戦艦で、これに2つさらに戦艦を追加できるということで、まず空母、これはね、どうしても数が欲しいので、まず正規空母の随格、あとは昇格、この2空母を要する第2艦隊、これは参加させます。で、もう1艦隊なんですが、ここをですね、第3艦隊にするのか第4艦隊にするのか第5艦隊にするのかなんですけど、これはもうどう考えても第3艦隊にした方が戦局を有利に運べるですね。多少ですね、その史実とは違う艦隊構成になる可能性もあるんですが、ちょっとこれでね、いきたいと思います。ここには軽空母龍城が入っていますね。じゃあこの第1第2第3艦隊で、戦いに挑んでいきましょう。空母の数をおさらいします。まずは第1艦隊から空母3隻、これは正規空母ですね。で、第2艦隊から正規空母が2隻、ここまでで合わせて空母5隻ですね。それに
軽空母になりますが、龍城を合わせた6空母で、戦艦の数確認しておきましょう。戦艦の数は、まず第2艦隊の方から戦艦が2隻で、第1艦隊の方から戦艦が2隻ということで、これも4隻になります。このあたりはね、数がしっかり史実に合っているかなと思いますので、まあ、かなり史実に近い形での戦いになるんじゃないかなというふうに思っています。で、南雲さんが乗っている正規空母赤城の艦載ですね、これに関しては直縁護衛偵察、さらに艦爆艦攻という形で、まあ、それぞれ、比重はともかく乗っている艦載機の種別艦種に関してはミッドウェイとほぼ同じですね。冷戦ゼロ戦の21式の直縁護衛で、救急式の艦爆が偵察に入っています。で、爆撃機も同じ救急式の艦爆ですね。で、雷撃攻撃、まあ、魚雷攻撃をするのが救難式の艦攻、まあ、ご覧のようになっています。ではこれで、参戦の方していきましょう。で、実はこれ初めてプレイするので、どこに敵の航空基地があるのか全く分かっていないので、もう単純に右の方から攻めていきましょうという配置でいきましょう。これで進めていきます。まあここは夜明けと同時に進行していきましょうか。まあ、空母部隊はね、あまり前面に出ない方がいいと思いますんで、空母部隊はのんびりのんびり進んでいきましょう。で、むしろ一旦止まってもらって敵の潜む場所を探した方がいいかなと思いますので、まずはね、偵察機を飛ばしていきましょう。のんびりしてるとね、一気に敵に攻め込まれる、付け入る隙を与えかねないですけど、こんな橋まで飛べるんだろうかっていう疑問はあるけどな。さあ、一旦これで様子を見ましょうか。で、敵の航空基地の壊滅が一番の目標になってますんで、そこをね、しっかり達成できるように見ていきましょう。敵の偵察も出てるな。推定じゃないかな。そしたらちょっと慎重に過ぎる感はありますが、少し前進させましょう。怖いですからね、敵との遭遇戦だけは。了解。まあ、ビビリにも程があると言われればそれまでなんですけど、こればっかりはね、空母が沈められるとかなりの大打撃を受けてしまうので、のんびりのんびり進んでいきましょう。
ここに絶対航空機あるよね、航空基地1個。なので夜に合わせてそこに近づくっていうのが一番ベストかな。ここに絶対あるので、まあ、ここに航空攻撃を仕掛けるというのは絶対必要ですね。緊張感が出てきましたね。ちょっと北から、おっと、敵の飛行場を発見したか。まあ、ここだね、やっぱり。そしたら攻撃隊を発艦しましょう。ちょっとで攻撃の範囲に入ってくる。そしたら空母部隊は一旦足を止めましょう。で、代わりに戦艦部隊を少し解放させて航空基地を叩きに行きましょうか。航空隊発艦。で、引き続き甘くなりがちな偵察ですね。索敵はやっておきましょう。どう考えてもやっぱりあれだね、届かないね、足が。まあそういうことを考えて、寝てる間に敵の航空基地を叩けるようにそれで近づきましょう。まあ、航空基地1個は、ね、寝てるうちに夜のうちに潰してしまうのが一番でしょう。
今のうちにちょっとね時間は早送りにしちゃいますね。夜明け前までにできれば叩いておきたいですからね。了解。まずは敵の航空基地を1個潰しましょう。夜のうちに。こっちも戦艦があれかな、結構ダメージ受けちゃってるかな。もうちょっとねさっさっさっと動きながら攻撃した方がいいかな。飛行場は1個破壊したね。あとはこのまま行くのは危険な感じもするけど、時間もそうは言ってもなくなってきてるので進んでいきましょう。何？向こうから来てるね、何かが。急いで退避しないとやられるぞ。来てるんだ。結構ドッカンドッカン来てるけど、じゃあ近いよ、近い近い、近すぎる。近いわ、これは聞いてないよ。何、空母が大反射だぞ。これは正論機械戦が思ったよりも厳しい戦いになってるな。空母沈没、まずいな。何が沈没したのかわからない。何が沈没、昇格だ、昇格が沈没した。やってくれるぜ。しかも雨が降ってきてる。ついてないなこの状況。雨が止んでくれないとどうにもならない。空母の航空戦力が使えない。不用意に近づきすぎたか。こっちのダメージもでかいよ。でも
対を出しましょう。完全に不意をつかれましたね。いい夜になっちゃったね。また飛行場の破壊をしていきましょうか。じゃあもう思わぬ形で雨の中敵と遭遇戦になるとはな。ちょっとあれきつかったですね。空母大破させないでよ。意外とっていうかしっかりって言った方がいいのかな。揚陸艇で上陸させつつ、敵の航空基地があと何個あるかちょっとわからないからな。まあ2つは潰せる感じはしますけどね。ここまで来たらで上陸してどうなるか。思ったよりって感じだな。もっとすごい効果があるかと思いきや、これだと夜が明けて敵の航空隊が出てきちゃうね。上かよ、よりにもよって。まずいな、大艦隊じゃないか。
航空基地ここにもありますね。あと何個あるってんだ。敵の空母を沈めましょう。3隻とかね、敵の空母を沈めておきたいですよね。インダミダブルに関しては甲板タイヤだな。よし、こいつらもう動けなくなってるからな。いつ沈んでもおかしくない船がわんさかいる中でどう戦うかだな。あとは軽空母も叩いておきたいけど、いやーもう満身創痍だな味方の、特にこちらの艦隊に関して言うと。直営は何してるんだ。ここで魚雷食らったら沈むぞ。ミダブルとフォーミダブル、あとこの軽空母ハミーズ、この3隻はどうしても沈めたいですね。雨が降ってきちゃってるからな。今雨が止むまでちょっと時間を早回しにしちゃいますね。よし、いやまだ止んでないね。空母3隻を失ってますからね、味方も。さらにどの船からも煙がもくもく上がってるっていうね。全然雨が止まないと思ったら止んだね。止んだと思ったら今度は夜になったと。了解。
そしたら敵の航空基地の攻撃に行きましょう。了解。引きひしめき合っててね、まるで身動きが取れてないけど。了解。大丈夫かな。了解。了解。もう動けないんだよね、きっと。だったら下手に動くよりかは、このまま敵の航空基地殲滅はできないまでも。空母を叩く方向に変えましょう、方針を。了解。了解。さあ、ああ、日課で終わりか。そうですね。まあちょっと完全勝利とはいかないまでもどうだったんだろう。ちょっと戦果を見ていきましょうか。いやどうだ、あと1個飛行場、あそこ叩いとけば終わってたんだな。飛行場3つですよね、ご覧ので。見てみるとどうでしょう、結構味方も損害大きいかなって感じはするけどな。なんといってもやっぱり一番最初の飛行場攻撃中に夜明けとともにイギリスの艦隊の攻撃を奇襲を受けたのが痛かったですね。あれがなければもうちょっとうまく戦えたかなっていう感じもしますけど、味方の方はというと、まず第一艦隊から正規空母赤城が撃沈、トネ、はじめ駆逐艦6隻撃沈ですね、あとは第二艦隊から揚陸艦が撃沈、あとは龍城軽空母撃沈ですね、第三艦隊、さらに114艦最上はじめ、他駆逐艦等合計4隻が撃沈しています。でイギリス第一艦隊はというと結構頑丈ですね、駆逐艦が 1,2,3,4,5,6 隻、あと戦艦が 1,2,3,4 隻撃沈してますね。戦艦4隻撃沈っていうのは大きいかもしれないな。で、あとは戦艦1隻大破、あとは正規空母インダミダブル大破、あとフォーミダブル正規空母、これが中破ですね、あとは軽空母ハミー、これがまあ小破ね、いうところになります。いかがでしたでしょうか、セイロン機海戦ご覧いただきました、次回はもうちょっとね、さらにうまく立ち回れるように頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。